というわけで、本日のゲストは大園桃子さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。いや、久しぶりですね。はい、お久しぶりです。いや、もうね、出てくれて本当ありがとうございます。うん、えー、なんでですか。<laughs> そんなことないですよ。いや、なんかこう <laughs> その、出てくれるかどうかがわからないまま、もうちょっと嫌がられたら、どうしようかなと思いながらオファーしたんですよ。 <laughs> いやいや全然嫌じゃなくてえいいんですかって感じでしたあ本当ですか、うん、いやなんかねその乃木坂引退してでそっから YouTube 今ねやってるじゃないですか、はい、大園さんが、はい、僕あれすっごいいいなって思ってるんですよ。<laughs> 本当ですか <laughs> そう、まず、あの、はい 引退って聞いた時すごい寂しかったからやってくれるんだっていうはいはい、はい、ええー、嬉しいそんな言っていただけるとでもその上でなんかこう,うん、うん、あんまり顔が映らないチャンネルじゃないですかそうですねうんだからなんかあ、うん、たそんな出たくないのかなと思ってなんかこう <laughs> えそんなこともないんですけどうん、うん、でもなんだろうあんまり自分が出る っていうのも、なんか YouTube やってみたいなっていうのはあったんですけど、そのやってみたいなって思った理由が、あの、その、うん、私自身が Vlog 見るのが好きだったんですね。うん、そう、見るのが好きで、挑戦したいなって思ったのが一番の理由で、やっぱ Vlog 載せてる方ですごく有名な方とかだと、うん なんだろう、やってる作業行動がやっぱりなんかその動画の中心じゃないですか、うん、だからなんかあんまり顔がメインってなるものはなんか自分のやりたいことと違うかなって思って<ー>今のところあんまり映さない感じになってますねそうだったんですねはいだからその顔出したくないんじゃなくて Vlog で中身中心にしたいからっていうことで今そうなってるんだそうなんですその やっぱそういう雰囲気が私は好きであの、うん、普段からそういうことを生活をしてる人ではないんですよ。ああ<ー><は>だ,だからなんかタイトルもね背の奥ってそうですそうです。ですね、なんか結構どちらかというともっと怠け者体質なのでなのででもそういう憧れがやっぱりあるから、うん、その憧れてる素敵な暮らしを。 なんか表現できたらいいなって思って YouTube でやってますなるほどね、はい、よかったなんかそのブランドもやってるじゃないですかファッションはい、はい、アパレルのはい、はい、あれでもうん、うん、サイト見たらあのモデルさん,、うん、ルさん違う人がモデルさんだからあそうでほ、ね、本当にその、うん、顔を出さないっていう顔出し引退なのかなって思ったんですけど <laughs> いやいや違うそれはやっぱり違っ、ね、そうブランドの方もやっぱり自分の なんかその素敵だなって思う世界観が自分じゃ合わないんですよね。うん、なるほど。<laughs> やっぱり自分とは違うけど自分がなりたい自分を作ってるって形なので、うん、モデルさん、モデルさんもあの自分でインスタで探したんですよ。インスタで探し、えー、もうフリーモデルさんでインスタで探して、うんうん うん、DM を送ってあの「ご一緒させていただけませんか?」っていうのを送ってあのモデルさんやっていただいてるのでなんかもうそうやってるようそうですねすごいな <laughs> 自分で送ったりとかそういうことがやってみたかったんですね、うん、なんかそ知らない方に最初に説明すると僕とね大園さん、うん、あの ラジラーサンデーっていう NHK のラジオでね、はいはい、ずっとレギュラーで共演させてもらってて、でそれ以来の共演になって、僕非常に嬉しいんですよ。で私もですよ。嬉しい、本当に。はい、嬉しい,嬉しいですよ。<laughs> あの,その、僕が先に辞めたんだよね、<laughs> 実はラジラーを、ね。そうなんです。うん、で、その時に、こううん、大園さんがね、 うん、そ,のその時はコロナでまだスタジオにいられなかったから、うん、その中田さん辞めるなんてってすごい泣いてくれてたの <laughs> そうねでうわー桃子泣いてくれてるなんて俺喜んでたわけよ <laughs> ね慕われてるのかななんて思ってたのうん、うん、そしたらその半年後に桃子は辞めるから <laughs> そのなんかそのえでも半年前ぐらいだったら決まってたのかなうん、うん、卒業とか思ってうん、うん、その どううだだっったんだろうと思って、その卒業に至る経緯とかさ、うん、その後今どうしてこうなってるかとかっていうのをあんまり知らなかったから聞けてなかったんで,そ,うです、ね、そこら辺からちょっと聞,、うん、聞いても大丈夫ですかそうですねもうその時期、うん、その中田さんが卒業された時期にはまだ確定はしてなくて卒業も。そうで,ね、でもそう今後こういうこういうことをやりたいとか。うんうん そのぐらいの時期に卒業したいっていうご相談は、あの、させていただいてたんですけど、うん、確定はしてなくてどうなるんだろうっていう状態で、そう、中田さんがご卒業されたから、ああ、もうなんか、あの、その、やっぱり、一番この距離が近く、あの、一緒にお仕事させていただいてたので、うん、なんか、すごい寂しかったんですよね。 あいなくなっちゃうんだと思って、そう,そう。そうもうなんか、一生顔見れないのかなって思ってました。<laughs> <laughs> シンガポールに行くって言ったらね、なんかもう会えねなんじゃねえかなってそうそうそう。 うん、もう忘れてしまうんだろうな私のことなんかって思いながら <laughs> そっかそうそう 1>, 1年で「あなた誰でしたっけ?」とはならないですよでもやっぱり離れる感じしますもんねすごくねでもそっから卒業するってなってうん、うん、それでなんかこうねこうなんか引退って聞いてたから結構ねびっくりしたんですよ アパレルもやるっていうその頃なんかやり始めてたのかなだからなんかうん、うん、完全に出ないのかなと思った中で、うん、YouTube をやろうっていうこれ引退とか YouTube やるっていうのはどういう考えだったんですか、うんうん、その卒業する時まではのそでその,あの引退ってあの言ったことに関しては。 うん、その、やっぱり、卒業後、どこの、あ、その、なんだろう、タレントをやるとなると、どこの事務所に入るかとかいうご相談とかあるじゃないですか。はい。というので、なんだろう、い、なんだろう、考えたんですね、私も。その、タレントとして残る方向も。うん、でも、その、演技もあんまり得意じゃなくて、なんかその、<laughs> そ<だ>やれることを考えたときに、 <え>うん、自分は違うだろうなって思ってどこの事務所にも所属したくなかったんですねへえ<ー>そうそ,そうなると芸能界引退って言った方がいいんじゃないって話し合いでなって、うん、引退っていうことになりましたねそうなんですね、うん、なんかかつての先輩でね橋本七海さんとかやっぱ。 引退するって言って、もう一切出なくなった方もいるじゃないですか。そうですね、うん。だからああいうパターンかなって思ったから、僕、その時も卒業も、ねうん、そうそう、なんか <laughs> あの覚えてるから、ああ、そうかなと思ったんだけど、うん、芸能事務所に所属しないっていうところで、そういう言い方になったんで,、ね、なんですね。そうそう、それを、芸能事務所に所属しないんだったら、そういう言い方をした方が、うん、はっきりとわかりやすい、うんうん かなっていうのをその大人の方と相談して、うん、その言い方になったんですね。<laughs> でもなんかそれって今すごい今っぽいのかなと僕は思うんですけどね。はいはい、僕も藤森もそのーうん、うん、やめてるからだからちょっと仲間が増えた感じがして僕はすごい嬉しいんです。<laughs> あいいんですか私も仲間で。<laughs> そうこのチームのライヌとしてね。<laughs> <laughs> あ私は野良犬だと思ってませんよ。そっか。はい。なんて言い方がいいんだろう。なんて言い方がいいんだろう。<laughs> えー、なんて言いうこえ、でも、その、うん、かわ飼われてる犬。 もう野良犬も同じ犬じゃないですか。だからみんな一緒なんですよもう。そうだね。そう普通の人と同じです。確かにいやそこをなんか分ける必要はないかもしれませんね今ね。そうそう分ける必要ないですよね。確かに確かに。でなんかやめてみてで一人でこだわって作るのが好きなタイプだったんだっていうのが今お話ね聞いてて Vlog も。 こだわってやりたいし、うん、アパレルのモデルさんも自分でねなんかブッキングしたって聞いて、うんはい、本当になんかそういうのを自分でやる人ってでも逆に周りにいいななかかったんじゃでですす、うん、そうですねあの、うん、やっぱりいい事務所だったので自分で動くっていうよりもマネージャーさんが用意してくださって、うん、そこに出演するっていう形だったのでなんだろう、うん、やり始めた頃はやっぱり楽しく さもあったんですけど、あ、うんうん、こんなになんか、なんだろう。一人で動くことが。大変なことっていうのが、な、うん何だろう、今までの環境にすごいありがたさを感じて。んなんかもう、なんかすごくお礼言いました。本当に、<ー>ありがた、なんか、ずっと助けられてましたっていうのを<あ>。<laughs> 伝えました。い,い,子いや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 、さすがだね、そんなことない。 いやいや俺前の事務所にありがとうって連絡したことなかったわ。<laughs> した方が良かったね。やってみます確かに。で、言った方がいいね。うん、言っとかそれは。うん、でもなんかやめてみてどうですか？うん、なんか良かったこともあります。うん。でもなんだろうやっぱりやりたいことをやうん,やうんなんか表現はどこまででも自分が、うん。 思うところまで自分でできるじゃないですか。うん。もう NG とか特にないし。確かに。それがやっぱり楽しいなと思いますね。確かにね、こだわれるもんね。<laughs> これから、なんかその、うん、YouTube とかアパレルとかもそうだけど、うん、なんか、もっとやってみたいこととかもいろいろあるんですか、うん、えー、もっとやってみたいことですか。 でも今のところそのお洋服販売してるんですけどうん、うん、今のところネット販売なだからなんだろうやっぱりお客様に手に取っていただく環境を今後作れたら嬉しいなって思って考えてるって感じですかね。おじゃあ実際の店舗を出したいってことだ。うん いや店舗まではそんなそんなもう全然小さいブランドなのでリスクの方が多いと思うので「<ー>ポップアップとして「ポップアップストアをその期間だけ出すとかでお客様に手に取っていただく形取れたらなっていやいやいやめちゃくちゃいいじゃないですか急にでかい店構えちゃうとね 大変だよ最近もうあの宮迫さんと一緒にさ焼肉屋の話とかいろいろやってたからやっぱり家賃とかかかるもんね。うそうですねそのなんだろう<ー>うんなんかその迫ってる感が私は苦手なのでああなるほどその。絶対に払わないといけないものがある。うん から頑張らないといけないっていうのが私は苦手なのでうん、ね、うん、リスクを最小限にしてやっていこうかなっていう形ですね、うん。いいと思う。じゃあ一番やりたいことはこうアパレルをこうより伸ばしたいっていうことなんですね <laughs>、うん。そうですね。なんうん、雰囲気がやっぱり私は好きなので、うん、そのアパレルの雰囲気だったり、うんうん、YouTube での雰囲気だったりを もっとなんか広げられたらいいなとは思います。うん、その世界をね。うん。いやだからあのさチャンネルすごい雰囲気あるから、俺今回コラボしようかなと思ったけど出るスペースがないんだよね <laughs> そうなんですよ。私も考えたんですけど。そうだよ。<laughs> なんか変でしたよねやっぱり。だ <laughs> どうも中田敦彦です。とか言っちゃっても、そ手の背伸びな暮らし終わったんかってなるもんね。<そう> <laughs> <laughs> 私もまだ YouTube 始めたばかりなので、うん、やっぱり定着もしてないですし、うん、中田さんにねあの出演頂い,いたら。 なんかね、うん、変わったチャンネルだなって思われちゃうかなと思って <laughs> 変わったチャンネル <laughs> 急にね<う>ブランディングおか,おかしくなるから今回よかったよいや<う>ブランディングおかしいんでちょっと今日コラボしませんわって言われるかなと思ったから出てくれたからあ <laughs> そうご出演させていただけることは嬉しいのであそっかはい、ね、基本ながら Vlog とかを中心にいつも見てるんですか、うん 見るときはそれ以外はそうですね。え、中田さんの YouTube 見てますよ。あ、俺見てくれてるの。はい。なんか、私あんまり頭良くないので、中田さんの YouTube 見て、おそうなんだって思って寝て忘れちゃいますよ。一番いい見方やさ。でまた見て。俺もそう俺もそうやってすぐ寝て忘れるから俺も。 <laughs> そう、それを繰り返してますよそうだね、繰り返してちょっとずつ残るからね、うん、そ,うそうそう、本当にちょびっとずつ入っていくのであれ大事だわ、それ一回忘れないとね頭パンパンになるからね、あんなホワイトボードぎっちりで喋ったらそうだ、藤森の方もね、はい、あの、ねはい、卒業の時に出てましたよねあ、はい、出させていただきましたドライブトークで桃子らしいトークだったけどうん、うん、<laughs> 本当ですか そうそうそう、<laughs> し、慎吾の方は見てる。<laughs> 見てません。<laughs> 見てないの、<laughs> ちょっと待って。<laughs> 泣くのあいつ <laughs> え、でも見る見る、見ます見ます。<laughs> <laughs> 確かにね、うん、確かにちょっと、あの、うん、彼がやってるのサウナとかバイクとかで、ちょっと、うん、もしかしたらももこの。そう、でも、そっちの知識も必要ですよね。 うん、そっちの知識も、ままあ、あると、もしかしたら役に立つかもしれない、ね。そうですよね。見ます、見ます。あいつ今多分泣いてるよ。え、ダメダメ、お願い。ごめんなさい。<laughs> カットしましょうね。<laughs> ここはカットしません。他は、なんかよだれたらカットするけど、ここはちょっと一応、あいつにも事実を突きつけないといけない。えー、<laughs> ダメダメ、かわいい。頑張れと。え見,ますよ見たくようもうこれから。 <laughs> うん、これから見てくれるんだ、うん、そうこれから見それも込みで伝えときますのでそっか、はい、でもなんか YouTube もちょっとか、うん、変わってったりするのかなまたなんかいろいろやりたいとかあるんですか、うん、なんだろうもう少しなんか世界広げてもいいのかなって思っててでもやっぱり雰囲気を守りたいっていうのが一番にあるので、うんうん、なんだろうそれをどう広げていくかっていうのを考えてるんですけど、うん やっぱりお洋服出してるので、うん、その、うん、なんだろう、お洋服を着て過ごす、うん、その、私のブランドのお洋服を着て過ごす日の Vlog みたいなのも撮ってみたいなとか思ったり、今お料理メインなので、もっとなんか生活感あることをなんか増やしていけたらいいなって思うんですけどね。 何かありますかね。うん、ええー。あ、でもなんかそういうね、うん、ちょっと、うん、外に出るっていうのもあるよね。そうですね。うん。うん、なんか外に出丁寧なキャンプとかもあるんじゃないですか。ああ、いいですね。なんかちょっとね、<や>丁寧な旅とかね。うんうん、ああ、いいですね。なんか今、うん、キャンプキャンプのグッズとかもすごい可愛らしいのとか出てるじゃないですか。うん。うん いいですね、なんかああいうのもさ、料理作るシーン結構人気じゃないですか確かに、ね、外に出て、なんかアウトドアで作るパターンとかあー、いいですねね、あと旅するのとかもなんか合いそう、うん、なんかすごくうーん、うーんいいですね、ありがとうございますあれはどうなんですかはい歌とかはやらないんですかもう歌ですかでも歌うことはすごく好きなんですね、はい 歌うことは好きなんですけど、うん、まあうん今までこのやっぱり団体でで歌ってたじゃないですか一人で歌うってなると想像がつかないなっていうのがありますねでもなんかあのチャンネルに合う優しい歌を歌ってみるってのはあるんじゃない、うん、まあでもそれも見せ方ですね見せ方はなんか楽器とかやらないの 楽器、ギターを少し弾ける、弾けるっていう範囲じゃないんですけど、ギター触れるんですけど、ーうーん。なんかそのやっぱりこの下の、なんだろう、首から下の画角でギター弾いて歌ってるっていう方もたくさんいらっしゃるじゃないですか。あ、そうなんですね。あ、そう、そうなんですけど、うん、その、 それをやるなら多分もっとギター上手じゃないといけないのかなって。だからまだ歌は予定にはないですけどあ、そっか。でもなんか <laughs> その、うん、歌って踊ってきた人なわけじゃないですか今までねだから、うん、そこはやるとめちゃくちゃ喜ばれるだろうなと思うからかギターなしにしてもん,なんか。 ちょっと歌ったり踊ったりがあると多分めちゃくちゃ踊るのはもうないかもしれません。踊りたくないんだ逆に。<laughs> 私は振り入れがすごい苦手なんですね。へえでもあんなさなんかインフルエンサーみたいなのやってたわけですか、うん、<laughs> そうなんですよ頑張ってましたよね。うん、すごいことですよあれは <laughs>、うん、できるのか私,私頑張ってました。 <laughs> そっかでもまあじゃあ踊ってみたとかそういうのは、ねうん、別にしないけどそうです、ね、歌はもしかしたら踊るよりは可能性があるかもしれない、うんうん、踊るよりはすごく好きですねあいいじゃないですかそれうん <laughs> 歌作っちゃえばいいじゃんいやいや,いやそんな <laughs> いやおお歌とか作る人、うん、本当にすごいなって思っててなんかメロディーとかも決めるわけじゃないですか うんうんうんでもなんとなく頭に浮かんで忘れちゃいますよね。うん、<laughs> そうだね。<laughs> <う>はっと浮かんでもさ、はい、そうなんだったっけってなる。なんか鼻歌で適当に歌ってて、うん、あ今のいいかもって思って、うん、もう一回歌うと違うんですよ。うんうん、<laughs> 確かに。<laughs> <laughs> そうだから <laughs> 自分たちはそうだけど、うん、そのなんかあの作曲できる人と組んでやってみるとかも結構ありますよ。 確かにこんなイメージの曲作ってほしいんですよとか言って曲作って、歌詞とか書くの多分好きじゃない？いやいやいや恥ずかしいですそれは。あ本当？うん。なんか作りたくなったら言ってくださいあの。え本当ですか？いいいい雰囲気の歌作りますよ。えなんかかかってくるんですか？俺はあの作曲家の人とかもいるからあの歌詞も書けるから。 きっちりそのモモの雰囲気にあるこんな感じの歌が欲しいんですってなったら作りますんでえ嬉しいです、うん、なんか作る作るなんかあった時お願いしますわ <laughs> かりましたあの、はい、<laughs> じゃなんかす好きな、うん、こんな雰囲気の歌が好きですっての見つかったら送ってくださいそれなんか見て雰囲気掴むからか了解ですうんそれやりましょうじゃあ やっ、まあ、ちょっとでも待ってください、うん、心の準備やっぱり必要ですから <laughs> あ分かった分かったあの <laughs> いや,やめようって思ったらやめていいからあのあ分かりましたそのあの無理やりねじ込みたくはないから <laughs> 歌えみたいなしないから準備必要だもんねそうですねごめんね俺すぐねあの思いついたらすぐ実行するタイプだからあいいですね尊敬します、うん、本当？でも。<laughs> 意外とだけどさ、<laughs> うん、こう、うん、すごい実行力があるタイプなんですよね。そう、なんか最近そう言われ、言っていただくことが多いですね。うん。で、なんかこうさ、おっとりした雰囲気なのかなーって思われることが、うん、多,多かったんじゃないですか、うん。よく言われます。うんうん。ね、でもなんか、ね、蓋を開けてみればさ、うん、アパレルやったりさ、チャンネルやったりさ、うん、しかもあれ、え、うん、なんかせ編集は誰かに頼んでるんですよね。 自分でやってるの。編集はえっと、テロップ入れるのとかは自分でやってます。うん、あ、そうなんだ。カットだけ、あの頼んでます。あ、そうなん。あの、はい、テロップをさ、自分で入れてる感じっていうのが伝わるよね。うんうん、あ、本当ですか。やっぱそこはでも大事にしてます。うん、なんか。そこ大事ですよね。そう、自分の言葉で、うん、やっぱ自分の言い回し。じゃないと、うん、なんかやりたい雰囲気に。 完成しないって思っててて思でもテロップ入れるのすごい時間かかるじゃないですか。いやかかるでしょあれは<う>結構丁寧に入れてるから。なんか何、うん、だろう慣れてないっていうのもありますし、うん、でも他の人に頼んで他の方の言葉になるのは違くて何だろう、うん、難しいことじゃないのにすごい時間かかるから。うん なんか、うん、大変だなって思いますね。でもその大変なことやってんのが伝わりますよ。すごい。俺めちゃくちゃのチャンネルいいと思う。中田さんから言ると全然。いやいやあの比較するものでもなさそうだけど。あええあえもうなんかあのあんまり聞こえなくて。<laughs> あごめんなさい。あのはい。い そんな大したこと今言ってなかったから大丈夫あ本当ですか、うん、じゃあ大丈夫あのあの,あのさ、うん、結構コメント欄見てたんだけどうんうん、うん、はいはいはいのあの丁寧なテロップいいなっていうのと同時に、うん、あの声ナレーションも入れてくれたらもっと嬉しいんだけどっていうのもあったんだけどうん、うんうん、言ってくださる方が多いですね入れないの躊躇してるのが うん、なんだろう、私は自分の子や、あんまり好きじゃないのと <laughs>。そうなの、ね。のと、あの。うん、なんだろう、私は鹿児島弁しか使えないじゃないですか。うん、その。作りたい世界観が鹿児島弁じゃないんですよね <laughs>、うん。そんな馬鹿な <laughs>。<laughs> <laughs> その鹿児島弁がいいんじゃない<僕は> <laughs> えでも私が理想とする世界は鹿児島弁で流れてないんですよ <laughs> でも <laughs> よあのそう,そう声を入れてほしいっていうお声は届いててちゃんと、うん、で、うん、あそれで次やってみようかなって思ってやっぱりやめようってなってますね今のところ。そっかー、うん いや、でも、やっぱ、本当にこだわりが強いんだね。強いんですかね。あいや、それもすっごいいいことだと思いますよ。<laughs> あ、本当ですか。でも、その、うん、声を入れてみるパターンを、なんか、一日だけ試したら、うん、なんか。うん、なんか、何かが変わるのかなあと思ったんですけどね。今のテロップもすごくいいもんね。<の>うん。 でもその私のあんまりよくないところがその、うんそのだろう今言ったように自分が思ってる世界じゃなくなっちゃうっていうのを、うん、もう気にしすぎてるから多分やってみたらやりようがあると思うんです。へ<ー>だけどそれに踏み込めてないのがやっぱり自分のよくないところ。 ではあるのかなって良ててくないとこじゃない,ない <laughs> 本当ですかでも本当に硬いんですよ、頭が。あでもその硬いのがいいんだよ。そうなんですかね。分かったわ。うん。もう声入れずにちょっと頑張ってみればいいと思う。だって十分いいもん <laughs> でも、え、本当ですかでもやっぱり見てくださってる方が、うん、そのやっぱり、 こうしてほしいとか言ってくださってそれを取り入れていけるっていうのがいいなんだろう YouTube のいいところじゃないですかうんだからやっぱそういう何作ってほしいとかもですしそういう声はたくさん取り入れていけたらいいなとは思ってます、うん、いやごめんリクエスト餃子リクエストして<笑><笑>えでも作ろうと思ったんですよい<や><え>絶対世界観と合わないでしょ餃子はえ,えでも全然全然 それもやりようだと思うんですよ。本当。うん。なんですけど。なんかうん、あの。なんだろう、包むのがあんまりうまくないから、ちょっと練習してからかなって思って。あ、そうなんだ。<laughs> そう、思って、まだまだやってません。あ、そっか、そっか、そっか、うん、なんか。ね。すごいさ。やっぱりその。憧れの。この暮らしっていうものを、うん。うん う,ん、こう普段は違うんだけど背伸びして表現するっていうところにさめ、ね、めちゃめちゃゃこだだわりがあるんだもんもねそうですねやっぱでも一番分かっててほしいのはやっぱり普段は違うってことなんですけどふ普段違うけど、うん、多分全然自分と違うけど憧れを持つっていう方もたくさんいらっしゃるじゃないですか。そ、うん、その中の中一人でそれを 何だろうやってみてその楽しさそうやって生きることの楽しさを味わってるって感じなんですね、うん、今なるほどな、うん、まあ俺も普段あんな授業みたいにうん、わっ喋しゃべんないからに暮らしてるから気持ちはわかりますようん、うん、やっぱ違う自分でね表現したい自分とかあるんだから、ね、そ,そ,そ,そうなんですそうなんですそっか いや嬉しいよ。本当にそうやっていろいろやってくれてるのが、えー。ありがとうございます。<の>うん、よく聞かれると思うけど、他のメンバーとかとの接点とかってあるんですか。あ、でも連絡は全然よく取りますし。うん、あの、ご飯行ったりとかもちょこちょこある感じですね。うん、あ、するんだ。うん。でも、なんかまたあれだよね。その卒業したメンバーも多いし。はい、そうですね。こう、ね、また入れ替わっていくもんね。 うん、でもなんだろう離れて見てみると、うん、みんながすっごいキラキラしてて、うん、へーいすごいい,いいグループだなってより強く思うようになりましたそうなんだうん、うん、離れてみてああキラキラしてるって思ったんだいや思いますね不思議だよね僕も経験したことないですよやっぱり大,大人数のグループから一人離れるって経験がないから。うん そうですね。うん。うん。なんか見たらそう思うんですね。後輩とかも多いもんね、もう。うん。なんだろう。その後輩のことも、うん、なんだろう。あんまり距離が縮められずに卒業してしまって、うん、なん今見ると、なんだろう。 なりたかったなって思いながら。でもあのなんだろう。一緒にお仕事してると約束なくても毎日会う環境にいるじゃないですか。でも仲あんまり良くな仲良くなれてないのに、約束なんてしたらなんか申し訳ないなとか思ったり、そのもう約束をしないといけないっていう環境がちょっとなんか悲しいなって思ってます。最近は。<laughs> <laughs> そう確かにねからもうみんなに会えないのかなーとかもうみんな忘れちゃうだろうなって思ってます <laughs> すぐそう思うよ <laughs> う <laughs> すぐみんなが記憶なくなると思ってんの <laughs> そう思っちゃいますね確かにちょっと気使いますよね、うん、離れたらね、うんうん、そうですねなんかこうあれ先輩っていう感じでもないのからもやめちゃったし、うん、みたいなねそうそうそう,もう もうなんか、うん、嫌いかなーとか。いや、わかるわ、でもそれ。そう、会わない間に私、被害もそう、すごくなるんですよ。怖いね、それ。そう、なんかだから、お友達って思ってても、会わない間に、あ、でも友達って思われてないかも、とか、すごい考えちゃうタイプで、でも、確かにね、簡単なので、 ちょっと連絡来ただけで、うん、あ、やっぱ友達ってなります <laughs>。なるほどね。向こうから言ってくれるとわかるんだ。<laughs> そうそうそう。だから中田さんが、あ,<ー>あの、うん、私のことを YouTube 取り上げてくださったじゃないですか。で、今回もこうコラボのご依頼してくださったじゃないですか。うん で、それで、あ,<ー>あ、中田さんは桃のこと忘れてないって思って。来る前はどうせ忘れてるんだろうなって思ったんだ,だ。だから、桃子はもう忘れようって思ってたんです <laughs> <laughs> あの。勝手に忘れようとしないで。決意しないで <laughs> そ。そうなんですね。でも来た、来たので、あ,あ,あ、桃子もやっぱり中田さん覚えてるって思って。<laughs> でもさここからまた3か月 <laughs> 特になんもなかったら一、うん、回コラボしても忘れてんだろうなって思うんでしょもう嫌だったんだろうな多分 <laughs> <laughs> 大変なやつれ、ね、<laughs> じゃまたなんかあの、うんうん、なんかのタイミングでまた声かけても大丈夫なんですかじゃあはい全然大丈夫ですお願いします最近どうしてますかって言ってまたこうやって出てもらえるんですね <laughs>、はい はい、全然大丈夫です。よかった、それは。丁寧な暮らしに出れないから、ね、俺が。<laughs> そうえ、でも何か、何かやり方が考えられたらいいですけどね、すごい。私も来てほしいんですよ。気持ちは来てほしいので、ーうーん、でも、そうかうん、なんか、 もっと作戦練って <laughs> 確かになだら、ね、ゲストがこれまあ僕だけじゃなくてなんかそのねいろんなゲストが来れる仕組みが一個作れればそうですねありだもんね,そ,ねもその仕組みそうですねえぜひいあの仕組み一緒に作ってくれませんか <laughs> 仕組み作りたいですよ <laughs> 作りますけど <laughs> はいはいはい <laughs> でも確かにね。 何だったらできるんだろうねう同じように顔映さないで出るっていうのもあるのかないいですよねお手伝いだけするっていうか<の>そのピーマンを渡しているのは実は中田さんなんですが今回は最後までそれについては触れずに置きましたみたいなす,えいいすごいいいと思いますあ、あになったそれうん。いいと思いますけど、うん、えいいんですか ででる,でる、る。それでいいんだろうねっ<の>やっぱり顔を写したいかなって思ったりも。す、うん、あ俺 <laughs> おいちょっと顔を写んないんだったら嫌だなぁとは言わないよ。その雰囲気があるだろうから今回途中で2度ほどパクチーを持ってきてくださった方が中田さんでしたっていう、はい、なんかそういう言い方もあっ <laughs> いいですねいいですね、うん それはありかもしれない。あり、はい、ですね。あ <laughs>、うん、あ、面白い。それだったらいいよね。で、相手のチャンネルでなんか喋ってたりしたらさ、別にチャンネル壊さないもんね。うん、そうですね。うん。ああ<ー>、面白い。そういうところもありかも。面白かったんだよ。<laughs> よかったけど。はい、そういう作戦もあるしね。うん、ありますねあ。よかった、よかった。 じゃあナレーションは入れないけど <laughs> なんかこうアウトドアで料理したり旅行ったりはい、はい、ゲストがちょっとお手伝いに参加したりっていうのはうん、うん、まあ若干、うん、あ,あ,ありな感じですね。えちょっと私のあの話し方を矯正してのナレーションもあり、うん、ありですよね。<laughs> <laughs> 話し方俺治っちゃうんですかその鹿児島弁。えでも治れたことないんですよね。うん、でもまあでも鹿児島弁だなぁとも思わないですけどね。 あと何だろうは話すとより、うん、何だろうあのアホさが伝わっちゃうというか何さ <laughs> アホアホな感じが伝わっちゃうというかねだからもっとなんかゆるゆるじゃなくてピシッとした感じで話せるように頑張りました。 そうなんだ。それがいいのに、その雰囲気がいいのにって思いますけどね。え、本当ですかうん、アホだとは思いませんよ、別に。<え>言ったことないでしょいやー、アホみたいな喋り方してますねって、うん。でも、っ<て> <laughs> でも思ってるかなって <laughs>。いや、被害妄想直そう, <laughs> <laughs> そう。<laughs> そうだよね。うん。俺を含め、いろんな人が、うん アホなな喋り方してんなってててるって思っっっ思思たんだね、うん、みんな思うだろうなって自分で自分の声聞いてると思います。あーそっかー、うん。でも<っ>その私が見たいって言ってくださる人もいるわけなんですよね。それはそうだってさ全然違うさ流暢なさなんか違う方言全く消えたナレーション入ってさ あーもうありがとうっていうよりさこれ誰だろうってなるんじゃない最初。えそうなんですかその私がその声を入れることに躊躇してるのが、うん、そのやっぱり動画で鹿児島弁な感じっていうのが自分の理想じゃないっていうのとあと、うん、だからといって標準語発直した,自分も出したくないいね 今か、か頭固いから、固まっちゃってるので。うん,うん、うん、うん。まあ、でも。なるほどね。素の自分で行った方がね、今後のためでもあるんですけどね。いや、でも、その分、あのさ、テロップめちゃくちゃいいですよね。うん、えー、嬉しい。あれ、丁寧でいい。全然、言葉が思いつかなくて、すごく時間かかります。<laughs> あれ、どれぐらいかかってるんですか。 めちゃくちゃ大変で <laughs> いや。でも、あのやってる作業は多分そんなに大したことないことなんですね。いよいよなのにあのずーっと思いつかないから全然3時間とかかかっちゃいます。それ1本の動画に3時間ぐらいかけて集中して作るんだ。<laughs> 全然集中できてるのかもわからないぐらいです。<laughs> いや、すごいよだから俺はほら編集は任せちゃう。タイプだから。<laughs> うーん だって自分で編集してる人すごいと思いますもんえー、すごいですよねうーんすごーい <laughs> あれカメラの画角とかもすごい変わってるじゃないですか画角そうですねうんあれ撮影めっちゃ大変じゃないだって1個料理するのに、ね、いっぱい撮るんでしょ <laughs> そうなんか止めてああやってとやるみたいな <laughs> えそれもやってんの うわここにしたいとかいうのを決めて一緒に社員のことを頑張ってます。すごいわ。<laughs> ああとかなってああってならないんだ。いやもうあのうまくいかないときは黙るタイプなので。<laughs> あそっか。<laughs> あの顔が結構、うん、あのもう真顔になってくるとあ、うん、このちょっと雰囲気悪いなって思ってあの白い枠で顔切ったりしてます。 <laughs> すごいね。いやよかった。今日はちょっとね、うん、あのーはい、じゃあまた、うん、あのー、ちょくちょくねお話しさせてもらってもいいですか？はい、はい、お願いいたします。よかった。ちょっと準レギュラーとしてまた何ヶ月かに一回、はい <laughs>。嬉しいです。準レギュラーにしていい？はいお願いします。大園さんなんか <laughs> ほ他 ガンガン出るっていうねあ分かんないテレビとかも雑誌とかもいろいろ出るんですかそういうことでもないですあ予定ないんだあじゃあもううちでどんどん出てくださいお願いいたしますごめんなさい今日このあの俺子供迎えに行かなきゃいけなくてさあそうなんですねそう本当はあとさ30分ぐらい喋りたいんだけど妻がさちょっと出かけるっつって急に早く行った方がいいですね そうなのよ、だからごめんね、うんうん、この後。<あ>あ全然大丈夫です。でも、すごいたくさんいろいろお話聞かせてもらった。<laughs> すごい、あの記憶に残ったのが。<laughs> はい、あのやりたかったこと、今やれてるっていうことと。あと、藤森のチャンネルは見てない。<laughs> <笑><笑>まずい、まずい、それは。<笑><笑><笑>でも、俺のチャンネルは見てくれてて。<laughs> 藤森のチャンネル見てないってことで、俺、やっぱ余計にやっぱりね、あの大事にしよう、この関係って、やっぱ思ったもん。 どうしようっていうこともないからこれから見てくれるんだもんねどうしますか中田さんこれでも私が藤森さんに嫌われたら藤森ね嫌わないから大丈夫大丈夫ああほですかだって藤森のチャンネルのせいだからそれ見てないのはさ、うん 言っとくわ藤森頑張れともっと丁寧な暮らしをやってる人が見た,見たくなるようなチャンネル生徒いやいやいやそんなもう,もう私が悪いみたいじゃないですかいや全然全然全然これから見ますってことをわ、うん、かりました<れ>ちゃんと伝えていきますんではい、はい、今日は本当にありがとうございました、はい、しまありがとうございましたまたお話ししましょう、はい、というわけで本日のゲストは大園桃香さんでしたありがとうございましたありがとうございました Web コミュニティプロです。人は何者にでもなれる。いつからだ。次はあなただ。 YouTube 大学 in ボインボリシー全後編ノンストップでバックグラウンド再生も可能移動中や作業中のインプットに最適です概要欄のリンクからどうぞ